はい、どうも、バチオです。今日も大富豪やっていくんですけど、これ、多分だけど、99回目なんだよね。これで99回で、来週6月の28になるんだっけな。100回目になるんだけど、その、もし6月28日だったらね、僕のちょうど、2周年と被るということで、100回目が。どうしようかなっていう話な、はまあプライベートの話なんで放っておくんですけど、今週というか週末に入ってね、なんかすごいいろんなことがあったよね。まあ僕としてはね、非常に楽しかった。あー、どうしよう。あー、微妙だな。これ2がないからね、どうしようって感じだけど。あら、パスか。あー、これ失敗。しまった。しまった。これここでもうあれじゃん、ジョーカー出されて終わりじゃん。あれ？あ、よかった。よかった。よかった。いやー、よかったよかった。あぶねあぶね。なんかね、まあ順番に行こうか。ソーダサリーナさん卒業公演があったっすよね。まあね、最後にね、立つ鳥跡を濁さずという感じがあったんだけど、濁しちゃったよね。惜しかったなーなっていうね。いや、俺結構好きなメンバーだからさ、そのまあロリコンのくせに結構年長メンバーでも好きな子はいるんだけど、精一杯頑張ってきたんだけどね、最後の最後もう卒業するっていう話は多分あったと思うんだよ。残り1年2年だなみたいな。でそこでね、入団したわけじゃねえんだろうけどさ、なんかね、もうちょっとね、なんかないかなっていう、っていう話とね、まあこれ他のグループの話あんまりしたくないとこだけど、やっぱ取り上げるべきかなと思うのは、千葉エリーさんね、AKB48 の、まあようやくね、その最近押され始めたというかね、まあなんかね、昔からね、人形みたいに可愛いっていうとこあったんだけど、これ YouTuber のね、これこれさんの放送で、彼氏がいることが発覚。なんか鍵やかに侵入して LINE が覗かれてるという、そんな事態に。でね、同じ中学校出身の雷希くんという彼氏がいるらしいですね。雷希くんねーって。いや、雷希っていう名前でね、なんか結構ビクッとしちゃってね。おほほ、いきなりか。ああ、はいはいはい。さあどうする。これあれだな、八切り八切りってやって、
おお。来季くんなんて言われたら、俺さ、クラッシュロワイヤルっていうゲームやってんだけど、そのクラッシュロワイヤルのプロゲーマーに来季ジョーンズっていう人がいるのね。まあそんなイケメンでもないよ。普通いたって普通の顔だよ。でその来季くんっていう名前を聞いて、その来季ジョーンズじゃねえかって一瞬ビクッとなったからね。そうじゃなくてよかったっていうね。おいきなりか、勝負に出たな。あーどうしよう。おお、どうだ、まだある？おお、よかったよかったまあね、そら中学から中学高校ってね、あんだけ美人だったら彼氏ぐらいいてもねーっていう感じは多少あるよね。しゃあねえかなっていう。まあね、ただそれはアイドルたるものをバレなきゃオッケーなのよ。おほほほほほ、すげえやるなみんな。バレないことが正義だと思うんだけどね。もうバレちゃダメだよ。おー強え。あー、まともにやってたら俺勝てなかったわ。ほほほほ、やるねー。よしよしよし、まあ CM 見ておいて。これってあれかな、日本一ソフトウェアではないの？なんかこのマスが色付けされてたりとか、どこの会社が作ってんの？なんかね、今週ぐらいから、先週ぐらいからかな、なんかこの CM がよく流れるんだけど、俺は日本一ソフトウェアの魔界戦記ディスガイアを思い出してしまうんですが、それでね、まあその話題はそれで置いといて、あとね、まあ僕ね、いつも通りなんだけど、ニジャナイヨ動画をね見てたわけなのよ。でニジャナイヨ動画、先週の動画にはね、僕の推しであるね、上村あゆかちゃんがね、出てたわけよ。一緒に出てた中ちゃん超可愛くねロリコンクソ DD 作動してますけど、これは負けんだろう。これもうこれで勝ちだもんな。強すぎるだろこれこれはさすがにちょっと相手に申し訳ない。いややっぱね、その
顔立ちがはっきりした強い子よりも、強そうな顔立ちの子よりも、なんかね、あのロリコンクソ DD 的にもね、あの純朴そうな顔をしたね女の子にね弱いわけよ。でね、僕旧期生ってね、そんなにもともと入った頃から興味がなかったんだけど、まあいろいろね、あのショールームとかを見てたりとか、まあ動画を見てたりとかいうあれで、あの最終的にね、あの平野桃奈ちゃんが大好きになったわけですよ。桃たんね。でまあちょこっと年上の中ちゃんに関しては、あのまあ知る機会も少なかったし、まあそんなに興味ねえかなみたいな感じだったわけですよ。なんだけどね、いやあの動画、いや特にね、特別何かしたわけじゃないんですよ。なんだけど、なんかそのビジュアル的に僕のドツボに入ってね、可愛いってなってるわけですよ。だからね、まあもともとね全部見てるわけじゃなくて、あの興味ある子だけ見てる感じなんですけど、あの動画とかも今後はね、追いかけていきたいなっていう感じがね多少あるんですよね。お、あクラスアップしたまあそんだけですわ。ロリコンクソ DD の、新たなる推しが生まれたという感じになるのかなって言っても、まあ僕ね、あの子のことよくあんまり知らないんでね、あの今後ちょっと注目していきたいななんて思います。まあ今週はいろいろあったけどこんなとこっすね。じゃあこれで終わりにしましょう。以上パチオでした。バイバイ。